ベッドやトイレの便座の高さに合わすことで
乗り移りしやすい構造になっています。ちょっとこう腕で押せば、はい、そのまま移動できますね。このベッドの高さとこう椅子の位置が、そうですね、同じ高さになるので、もう本当に押し出すだけですね、はい、これまた乗るときも腕の力で、はい、おほう。実はこの電動車椅子ロボット、会津中央病院で実験を行っている現場の声が反映されているんです。普段この移動っていうのはいかがですか？ちょっと腰に負担が見つかりますか？患者さんが入院で見つかったら、はい、こちらに、はい、少し、はい、人手不足が叫ばれる中、介助者の負担の軽減にもつながります。さらに新たなロボット開発も。山奥で一人暮らしされているあの老人の方とかですね、やっぱりあの雪かきが大変で、あのなかなか、なんですかね、重労働なものですから。限界集落と言われるような山間地域で高齢者の代わりに雪かきをするロボットです。掃除機ロボットルンバのように積もった雪を自動的に取り除くものなんですが、柔らかい雪でしか動かないので絡まなり、あでも上からどんどん大雪が積もってきたらどうなっちゃうんですか？それはちょっと難しいですね。あなんだかちょっとまだ頼りないような気もまだまだ卵のようです。頑張ってますね。震災後に創業したアイザック、福島から人に代わって作業するロボット作りを目指します。原発事故があって地震もあって、まあ、福島大丈夫なのっていうのはあると思うんですけど、まあ、福島だってこうやって物作って世界と戦えるんだっていうところを見せたいですね、はい、あのロボットの部品は9割が東北のメーカーが作っているものですよね、はい、なので利益も広がっていきますよね。メイドイン福島のロボットで東北全体を盛り上げていきたいということです。卵からひよこに素晴らしいですね。さて世界的な株安や円高は企業決算にどう影響するのでしょうか？